皆さんおはようございます。インターナム役場金田です。今日は撃退特殊詐欺、まあ子供身内、子供孫など身内になりすます、いろんな手口がありますよね。トラブル解決するために現金必要。こんな時は送っちゃダメ、オレオレ詐欺です。渡さない代理人でもオレオレ詐欺です。あとは問い合わせない声、架空料金請求詐欺、ID を教えない声も架空料金請求詐欺、写真撮ってメールにすると大変です。はい、さらにキャッシュカード渡さない、キャッシュカード詐欺罪、特殊詐欺、暗号教えちゃダメ、預貯金の詐欺、これ高齢者よく狙われますね。はい、騙されますね。はい、弁護士を呼ぶ職員捜査、 ATM 還付金詐欺、あといろんな詐欺もありますよね。まず電話になったら求められても断る、あとは確認、そして3内コード、送らない手渡さない振り込まない、3内コードを押しましょう。不安な時はハッシュタグ9110188ですね。はい、留守番設定するのがおすすめです。みんなで特殊詐欺を守りましょう。以上です。バイバイ。